外崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、西川龍馬選手が FA 交渉決断っていうね、ニュースが飛び込んでまいりましたけども、ちょっと声が変ですけども、ちょっと咳しすぎて、そこはちょっとご了承ください。ということで、FA、佐々木の動画では 30% ぐらいっていうね、ところかと思ってましたけども、FA、ね。で、その中で、西川選手ね、パリーグでやってみたいと、ね、野球人として幅を広げたい。もっと良くなるかもしれないし、悪くなっても自分の実力不足、やらない後悔よりもやってから後悔した方がいいというね、コメントを、出してますけども、15年ねドラフト5位でプロに入団してっていうねところを日刊スポーツが、書いてますけども、日刊スポーツではね、交渉相手の鈴木球団本部長、現役時代ともにしたプレーした新井監督のみに相談して、決断したと。で、宮崎日南でキャンプを行う新井監督のもとへ極秘で会いに行き、直接、伝えたというね、ニュースになってますけども、新井監督もね、広島から FA して阪神に行ってるんでね、引き止めることはできないね。残留してほしいっていうね、監督としての希望はもちろん伝えられるけども、やっぱ本人もね、自身も FA して移籍してっていうところを考えると、絶対にやめろとは言えないしね、それはもう最後は自分の本人の決断だよっていうね、ところになると思いますけども、なんと FA 宣言、俺一番しないかと思ったけどね。で、加藤 FA しなかったね。まあでも FA する確率 70% だから 30% の確率でね FA しないっていうね、ところで、まあでもね、西川選手 30% の確率で FA かなって、あんまりね低いかなと思ってたけども、まあなんと FA 宣言ということで、ね、しかもパリーグでやってみたいっていうね、本人コメントを出してますけども、パーリーグね、まあ、ソフトバンクオリックスが興味を示してるっていうね、ところの情報がありますけども、ソフトバンク取りに行くかな。でも、布陣がね、ほぼほぼ来年決まってるわけよ。キャッチャー甲斐でしょ、サード、まあ、元気だったら栗原でしょ、でショート今宮、セカンド三森、で、ファーストに中村晃、外野がレフト近藤、センター牧原、ライト柳田、そして DH に先日ね、トレードで取ったウォーカー。ウォーカー守備守らすって多分ないと思うんだよね。って考えた時に、西川を取った場合、ウォーカーそこそこ打つと思うんだよね。そしたら、ウォーカーファーストも無理だろうし、今度、牧原、柳田を、牧原まだ内野セカンドで、三森外すっていうオプションになってくるんだよね。だからまあもちろん、西川がいたらね、これは素晴らしいことになるけども、そうなるとまだ玉突き人事が起きて、レギュラー組が誰かが使われなくなるっていうところがあるから、まあそこら辺どうなんやろなっていうところはあるよね、ホークス的にはね。これウォーカーを取ってなかったら、柳田近藤と西川っていうところをね、DH と外野で回しながらっていうところはかなりね、大きな戦力になるっていうね、あとは休ませながらっていうところを考えると、かなり有効的なね、選手にとっても、いいポジショニングっていうところになると思うから、これウォーカーをね取ってきたっていうところがね、あれだね、どう出るかっていうねところ、あとはもう思い切って近藤ファーストに行くかっていうねところもあるけども、まあ牧原ファーストで中村晃出さない、まあそこどうなんだろうね、そこら辺が難しいね。ホークスファンの皆さんどう思いますか。まあいるにね越したことはないけどね。続いてオリックスね。オリックスはポジションあるね。まあ、外野で決まってんのは中川ぐらいだもんね。まあ杉本がね、怪我してたっていうのもあるけども、日暮里シリーズね、最終戦第7戦は、レフト福田、センター中川、ライト野口、で DH がね、杉本っていうところだったけども、まあ、杉本がね、元気だったら、まあ、守るっていうね、ところを考えても、まあ、今年ね、ライトチャロとかね、出足ありましたけどね。そういったところで言うと、外野は空いてるっていうね。空いてるっちゃ空いてるしね。で、またそこ、まあ、外国人試合にもなるけども、DH をうまくね、杉本が回していければっていうところもあるから、オリックスはもうめちゃくちゃフィットするね。そしたら、中川も状態上がってきた。紅林も打撃上がってきた。で、森がいて、頓宮、杉本いて、西川。いいね。山本が抜けたからって言っても、西川取れたら、かなりの戦力アップになるね。まあ、ピッチャーの山本はね、まあ、週に1回、まあ、もちろんね、あのピッチャーがね、抜けるっていうのはかなり痛いけども、まあ、怪我なければ全試合出場できれば、西川のね、打撃戦力アップっていうのは、オリックスとしてはかなり大きいし、でしかも、山本のね、ポスティングマネーっていうのが入ってくるから、西川を取るにあたっては、何ら、決断としては難しくないと思うんだよね。で、今の西川の年俸が推定1億2000万っていうことを考えると、2億、4年8億ぐらいの多分契約になっても総額おかしくないと思う。でもそれはもうね、山本マネーで十分ね、
あのポスティング、まあ、昔みたいにね何百億っていうのはないけども、まあ、十分ねあの予算的にはいけるだろうし、日本シリーズね戦ってるっていうところで興行収益もねかなり大きいっていうところはあると思うんでね、あのクライマックスシリーズもね戦ったしね、そこら辺は大きい、取るところのね不安なし。でも西武とかも欲しいけどね、西川手挙げんのかなね、どうするかだね。山川がねFA あの確定ちゃうかって、まだ正式にはね発表まだ今の現状ではされてないけども、もう FA する見込みっていうところが出てるからね、そういったところではその山川マネーが浮くから、そこに西川に当てるっていうところも手だしね。ロッテも欲しいけどね、外野で今年ねロッテもお金ね、あの社長が収益大幅アップって言ってたから、まあ参戦できるしね。日本ハム、まあ日本ハムもそしたらもう松本、西川、万波で埋まるけどね。楽天、楽天はちょっとキャラかぶりやな。だから楽天はまあねちょっと違うかなっていうね感じはするけども、西武とかも欲しいし、まあどうなんだろうね、本格的にこっからってなってくると手挙げて、まあ、ロッテも西武も行っても俺はおかしくないんちゃうかって思うけどね、そこの資金さえね用意できればっていうところで。でもパリーグって言ってるんでね、マネーゲームになったらなかなか難しいからね、ホークスとか出てきたらね。まあでも来年はね、まあ西川パリーグっていうところで考えるとかなり大きな話題になるし、入ったチームはねかなり戦力アップするんで、ちょっと優勝ね予想大きくね展開していくんじゃないのかなっていうところもあるし、ちょっと常広ねドラフトでいいの取ったから、来年もカープね上位予想かなと思ってたけども、これは西川いなくなったらかなりちょっと評価が下がっちゃうねカープね。まあ、田村とかね若い選手の躍動も使うしかないからね、行くしかないけどね。前に新井監督にね、もうめちゃくちゃ前だったけども、こう最近じゃない、もう10年ぐらい前に、カープっていい選手どんどん出てくるねっていうね話してると、いやいい選手出てくるねじゃないよ、ちょっとどんどん上が抜けちゃうから、もう無条件で使わざるを得なくなってくるから、で使った選手が頑張るからなんかいい選手が出てくるっていうように見えてるだけって言ってたけども、まあ、ここでね西川が抜けても、そこ田村とかがねあのしっかり補っていければね、まあ、ニュースター誕生みたいなね感じになってくるから、まあ、新陳代謝っていう面ではね、かなり大きなねあの流れになる可能性はあるけどもね。丸、鈴木誠也が抜けた時のように、ここいい、ね、ある時も3連覇で抜けてガーってもう落ちちゃったけども、ここ上がってきてもう一個っていうところでこれ落ちるっていうのはね、カープとしては優勝に向けては大きなね戦力ダウンに、まあ、なっちゃうのかなっていうね、ところはありますね。であとね、現時点で決まっているのがオスナのソフトバンク残留、4年40億規模で超大型契約、でかいね、1年10億金あるね。これ西川にもね、マネー行くね。そういった意味ではこれはホークスにとったらオスナがいるといないというね、めちゃくちゃでかいからね、こう大きいかなと。山崎幸也がね国内 FA 権行使で、あとは石田、DeNA 石田が国内 FA 権交渉決断っていうねところで、まあ、宣言残留をね DeNA は認めてるっていうところもあるんで、まあどうなるか分かんない。でも C ランクなんだよ年俸が、だから人的保障とかね保障なしで、年俸6200万っていうことは1億円もしくは1億2000万倍増ぐらいの4年契約、総額5億円4年でっていうところも可能性的にもあるし、3年総額4億ところも現実的にはあるかなっていうね。30歳今年ね9年目を迎えてっていうね、ところでもこれもかなりね争奪戦になるんちゃうかっていうね。山崎幸也がねオリックスは抜けるから、これ石田で埋めたいっていうところもあるし、先発リリーフねどっちもできるってことを考えたら、どの球団もね欲しいからね、ジャイアンツも欲しいだろうしね、ジャイアンツも左がねなかなかいないっていうところを考えたらね、これはね、まあ、俺は加藤隆が FA してかなり人気になるんじゃないのかなと思ったけども、この石田そして山崎幸也、この2人のね FA はねかなり人気になって、でどのチームも欲しいんじゃないのかなと、ね、一歩間違ったらねオリックス石田 DeNA 山崎幸也みたいなねトレードみたいなね、感じになる可能性もあるけどもね、この石田山崎幸也もかなり人気になるし、まあ、このねストーブリーグの行方次第でね、どういう風に来年ねチーム構成して優勝争いになってくるのかっていうのが全然分かんなくなるからね、まあ、ヤクルト田口はね FA 行使せず残留っていうところになってるしね、山川も FA 行使かってなってるからね、これはまたねあの行使決断したら、あと山川中田ここら辺がね決断するかどうかっていうところだけど、決断したらねまた動画撮りたいと思いますけど、とりあえずはね西川 FA 決断っていうところでパリーグに来る
どのチームだっていうね、ロッテも西武も日本ハムも手を挙げた方がいいよっていうね、いたらすごい選手。ソフトバンクはまたマネーで行くのか、でもポジショニングどうするのか、オリックスはもう喉からテルが出るほど欲しいでしょう。決断を待ちましょうということで、西川選手ね FA 行使決断っていうところでニュースお伝えしました。それでは